会社 YouTuber の竹内です。今日も見ていただきありがとうございます。今日はアントニオ猪木燃える闘魂さん賠償部外国人編をお送りしたいと思います。まず第3位ですね。これはですね、アンドレ・ザ・ジャイアントとの異種格闘技世界一決定戦と題打って、アンドレ・ザ・ジャイアントと対戦をしましたが、あのですね、まあ、アンドレ・ザ・ジャイアントも2m23cm、 体重が230kg ということで、まあちょっとこれはアンドレ有利じゃないかと思われてたんですが、まあ、アンドレも最初は巨体を生かしたパワーサッポーですよね。あのヘッドバットであるとか18モンキックとか、あのそうですね、ボディスラム、ボディープレス、そういった技で猪木が苦しめられましたが、途中でですね、あのリングアウト、両者リング外に落ちて、アンドレが鉄柱に猪木が押さえつけて、アンドレがヘッドバットをしたんですが、それを間一髪猪木が外して、アンドレの額が鉄柱に当たって、アンドレが大流血、そしてもう情け容赦なくその日流血したところを猪木がナックルで攻めまして、そしてマネージャーですね、アンドレのマネージャーがタオルを入れて猪木の KO 勝ちというんですね。そして第2位は、これはブルーザーブロリーとの運命の一戦ですね。まあ、この試合もブロリーが有利ではないかと思われましたが、まあ、改めて猪木の凄さというんですかね、まあ、あんなパワー のブロリーを相手に、まあ、猪木の円錐切りであるとかドロップキック、クボラスイスト、万字固めといった技で猪木は攻めますが、ブルーザーブロリーもキングコングニーバットであるとかドロップキックですね、それとか、まあ、ボディスラム、スープレックス、そういった技でブロリーのパワー対猪木のテクニックという感じでしたが、最後はリングアウトで引き分けましたが、まあ、試合としては猪木が落ちてましたね。もう最後の方も猪木のアリキックですね、それがものすごいブロリーにヒットして、ブロリーはかなり足を負傷しましたので、まあ、引き分けですけど、結果的には猪木が私は勝ったと思いますね。そしてもう1位はモンクラク氏に春高岩ですね。実はこれは猪木の長年の夢であった IWGP ですよね。もう世界一強いレスラーを決めるという構想で、ものすごい世界中から例えばアメリカのアンドレ・ジャイアント、春高岩、ヨーロッパのオットー・ワンズ、メキシコのエル・カネック、カナダのオックス・ベイガー、ものすごい強豪が集まって、もう史上空前の世界最強を決める大会、猪木の長年の夢でした大会が行われましたが、決勝戦で猪木と春高岩が当たりまして、そして、まあ、試合は春高岩のジャンピングにアタックであるとかボディースラム、スープレックス、そういったもので猪木を苦しめられましたが、猪木もアリキック、円錐切り、コブラスイストあたりで攻めて、そして猪木がリング下に押している時に、猪木が不意に後ろを向いている時に、アクスボンバーが後ろから決まりまして、後頭部を鉄柱に猪木が打って、最後猪木が這い上がってくる時に春高岩のとどめのアクスボンバーが上がってきまして、猪木のまあ猪木の KO 負け、まあ猪木の長年の夢を一発のアクスボンバーで覆してしまったってことですね。これはもう本当に春高岩の強さというものが際立ちました。はい、今日はアントニオ猪木闘魂さん賠償部外国人編をお送りいたしました。どうもありがとうございました。